片山南風、片山南風、片山南風、1887年、明治20年9月12日から1980年、昭和55年12月30日は、熊本県熊本市出身の日本画家。本名は、片山熊次。横山大官に認められ、引天、日天などで活躍した。課長が、特に恋を中心とする秀逸な魚類を描いた。 1914年、大正3年の日本芸術院最高にも加わり、同芸術院上無理事、日展三事などを務めた。他、熊本市名誉市民、文化功労者、文化勲章受賞者であり、大正から昭和にかけての日本画界を支える、中核だった。1887年9月12日、熊本県熊本市に三男として生まれる。 1888年に母を、1893年に父親と早くに父母を失い、以後祖父によって養育された。1898年、熊本市立坪川小学校を卒業を経て、高木高等小学校に入学、一年時に写生したザクロが図画教師に賞賛された。この頃、地元で恋を描く画家として著名であった、ウリン・イン、ソ・ヤマに傾倒していい。 1904年、聖火破産により家を閉じ、西小海町の玄空寺に居老した。同年9月には、養育を受けていた祖父が死去している。翌1905年より、図書館に通い木版印刷書籍口絵を、没写するなどしていた。翌々年1906年より、地元画家福島峰雲に指示。1909年、東京の山中上風に連れられて上京した。 この時、上京する電車の車中にて、南風の画号を自ら選んだ。号は、十八四略、京春編のうち、ハエの歌から取ったものだった。上京後、神風の紹介により、高橋博子門下となった。高橋門下となって三年後の1911年まで、第三回、第四回文展、第十一回、辰巳画会などに出品を続けるが、 いずれも落選し、生活困窮に陥っていた。これを見かねた、氏高橋が、自身の職であった、放置新聞連載小説、徳川栄華物語の差し絵の画を代筆させたことで、月額三十円の手当を得ることとなった。またこの年、辰巳がか出品作、弓矢神が三等同杯受賞している。しかし高橋は、翌1912年に急成した。 高橋死後の1913年にも、辰巳画会、官業店、日本画会店などに出品するが二等報酬や落選を繰り返し、エはスランプに陥っていた。この年に開催された第七回文展に出品した、下月頃が、文展初入選、最高賞である二等賞を獲得、後に支持することとなる、横山大観の激賞を受けた。また出品作、下月頃は、 旧熊本藩主、細川森立の買い上げとなったほか、ハエ自身も細川の庇護を受けた。1914年、前日の横山大館に指示した。この年に本美術院が再考されると、文展出品を取りやめ、以後印展を作品出品先と定めた。翌1915年には妻をめとっている。1915年に出品した第二回印展、作業は、 労働者を群像を描いたものだったが、市横山により、題材の品について、叱責を受けた。翌1916年11月25日より、絵画修行を目的として、新井漢方のインド旅行便長、カルカッタ周辺で2ヶ月間、翌1917年2月より、ブッダガヤ、デリー、またこれらの岐路に、ボンベイに立ち寄って、周辺写生を行った。特にボンベイでは、 エレファンタセックツの仏教彫刻に感銘を受けた。しかし、同年9月の第四回インテムにインドの印象を作品として出品した熱国の夕べは赤、緑など強い色彩を用いたことで色網と酷評された。1918年より健康倍し、また極度のスランプに陥っている。1920年には健康回復及び気分転換のために弓道を開始した。 またこの頃より、課長がの制作を目的として、東京近郊から山梨県にかけの写生旅行を行っている。これらのスランプ脱却活動は1922年、第9回引天桃とザクロにて横山に公表を受けるまで続いた。1923年9月1日、関東大震災発生。当日は引天開催日だった。この時の震災の様子を、 はエは1925年作の大震災絵巻参観に描いた。1924年日本芸術院同人に推挙される。1926年には東京府美術院評議員に任命された。同年12月には巣鴨から小石川区原文京区の細川邸内の一角に京を移した。1927年頃より民謡踊りに熱中。 同大罪を求めて日本各地を旅行した。1928年には兄の借金返済のため郷里熊本にて画会を行うなどしている。1929年9月、新築された日光東将軍朝日閣の障壁画を記号するため、横山大観の推薦により、中村学寮、荒井官房らと共に同年12月30日まで現地滞在し、 制作に携わった。1930年4月には、イタリアのローマで開催された日本美術展覧会、ローマ展、または、ローマ日本美術展に、南風作、水温、朝顔、巣ごもりが選ばれ出品された。1931年には、美術新論10月号に、苦難時代を語ると題して寄稿している。 また、1936年頃より俳句を作り始め、武蔵野銀社に入社している。1938年3月、東京都京都の画家広島候補、奥村都牛、小野筑教、宇田敵村、金島慶華、山口海洋、徳岡上泉などが集って結成された、どんぶりどん会にハえも結成メンバーとして、参加、第1回展に出品した。同年9月より、 第2回文展に審査員として参加している。また1940年4月には、地震初の古典を開催、地震の画塾、南風塾を水風塾と改称した。戦時中の1945年6月には、横山大館と共に、山梨県山中国藩に疎開した。同年終戦後11月、ハエの所属する帝国美術院が文部省主催の日本。 美術展覧会への参加要請を日本美術院が受諾したことで、翌946年3月開催の第1回日展に生えも作品を出品し、以降、日展とインの双方に作品を出品するようになる。日展出品は1957年まで続けられた。1951年、日展運営会参時に就任。 1954年7月には奥村都牛、酒井三郎などと箱根旅行に赴いた。1955年代40回院展に出品した武者の工事サネアツをモデルとした M 先生は代表作に数えられる。1956年3月、南風門と五倉千人門の門下生合同による熟天誕生会が結成された。またこの年、 熊本県文化功労者に推挙された。1958年、長年支持した横山大観が死去。同年4月、伊藤晋水と共に日本芸術委員会員に推挙。また5月には日本美術院が財団法人となり、ハエは当初幹事に就任、後理事となった。1962年2月23日に、 発刊されたアメリカ合衆国のニュースュタイムの表紙に、同志職により制作したハエの松下幸之助像が使用された。1968年10月には文化功労者に選出されている。1969年、同郷の廃人、中村定城をモデルとした、診療の客が完成、第54回飲店出品。同年熊本市名誉市民。 1971年、妻死去。翌1972年、静岡県韮山町、現伊豆の国市に別荘を購入したが、手狭であったため、田形郡に別荘を新築し、以後こちらによく滞在するようになった。1975年、米寿を迎え、熊本で、片山南風米寿記念展が、開催、下月頃、以下南風作品50点が展示された。 この年ポリネシアの多七島へ、写生旅行に赴き、以降の作品は、色彩がさらに鮮明になった。1978年1月4日より、読売新聞市場で、自伝書を思い出のままに連載開始。1980年12月30日、廃園のため、静岡県田形郡の別荘で死去。多作のため入選のみはあらかじめ省いた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。